おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回はロシアンルーレットゲームですね。命がけのロシアンルーレットを、サラちゃんなんとかクリアいたしまして、その後にねカイさんとお話ししている時にカイさんがずーっとサラちゃんが悩んでいたストーカーだったということに気づいてしまい、冷や汗ドバドバーって感じでここに逃げ込んできたってところで終わりましたね。なんで、ちょっとねサラちゃんに関わりのある人物結構多いよね。っていうかそれこそさ、ストーカーの一味がなんか連れ去ったんじゃないかみたいなことを言ってたじゃない？最初にジョー君とかが。だからカイさんがもしかしたらその犯人側の仲間である可能性とかも出てきたなっていう感じがしますよね。ってことでやっていきましょうか。ここでダースできるんじゃないか？かっこいいよな、ダースとかビリヤードって。持っているダーツを投げてみようか。あー、投げてみる？やっ！思い切りダーツをまとめがけて投げつけた。突如、的の上から強烈な突風が吹き下ろし、ダーツは暗闇へと落ちていった。ダーツを失ってしまった！おい、いいのか？手がかりじゃないのか、あれって。やば、落としちゃった。どうしよう。とりあえず、まあ、ロシアンルーレットやった部屋だな。あ、そうか、出てきたのか。そうか、そうか。じゃ、ちょっと移動してみようか。はい。お！あら、カンナちゃん起きたの？サラ、さん。カンナ、おい、起きて大丈夫か？私。一体、どうしたんだ？何か言いたいのか？広場で何かあったのか？何か言いたいのか？どうしても、聞きたくて、来たんです。お姉ちゃんのこと。お願いします。答えてください。カンナは、あの時、本当は、お姉ちゃんを救えるはず、だったんですか？混乱してて、みんなのお話、聞いてなかったんです。でも、サラさんやチョウさん、三島さんや、ナオさんも、同じ試練だったんですよね。カンナは、お姉ちゃんを、救えたんですか？救えた、救えなかった、ジョーに聞け。いや、ジョーに聞けは逃げだ。どう？心壊しちゃうよな、救えたとか言ったら。もうここで嘘つくのってどうなんだろう。優しい嘘？いやあ、私がお姉ちゃんを殺してしまったんだっていう事実を知ってしまうことになるわけだから、救えた、実は救えたって言ったらさ、それって中学生のカンナちゃんにとっては、ものすごく重たいことだよね。私だったらどうするんだろうな。今のこのカンナちゃんの状態で救えたって言っちゃうのは、ちょっと無理、嘘もなぁ。嘘も方便！救えなかった。気休めでも嘘をつこうとしたその時だった。お、三島先生！おやおや、カンナさん。レコさんたちが探してましたよ。会話が聞こえていたので来てしまいました。三島さん。教えてください。私は。
カンナさんは不運でした。え？あの時、一つの鍵しかなかった我々は、力ずくでもう一つの拘束を解くしかなかったのです。幸い、ナオさんには私が、サラさんにはジョー君がいました。男性の力をもってして、ギリギリで解除できたんです。そんな、嘘です！そんなの！嘘じゃねえ！カンナ、これは本当のことだ！状況判断と、力の試練、といったところでしょうか。姉妹であるカンナさんたちには、ほぼ勝ち目のない試練だったのですよ。信じない！そんなの！みんな私を騙そうとして！本当だ、カンナ。サラ、さん。嘘に聞こえても、事実は変えられない。みんな、真実を話している。カンナさんは、後悔してるのですね。私は、カンナは、お姉ちゃんを殺したんです。あの時、必死にお姉ちゃんは何かを訴えかけてたのに、カンナはバカだから、何も聞こえなくて。お姉ちゃんはどんな人だったのですか？お姉ちゃんは、お姉ちゃんは優しくって、喧嘩しても絶対にひどいこと言わなくて、いつもカンナのことばっかり考えてて、なんでお姉ちゃんは自分で鍵を使ってくれなかったの？あなたの存在がお姉さんの幸せだったんじゃありませんか。カンナさん、あなたからは愛されている空気のようなものを感じます。大切に、大切に育てられてきたのではないでしょうか。きっと、素晴らしいお姉さんだったのでしょうね。サラさん、あなたがお姉さんだったら、なんと声をかけていましたか？私、だったら。愛情をかけるかな。カンナ、お前が笑えば私は幸せだし、お前が泣けば私も悲しいんだ。姉として。大切な妹を守らせてくれ。お前が生きてくれることが嬉しいんだ。お姉ちゃん、会いたいよ、お姉ちゃん。さあ、自分を責めるのはおしまいです。お姉さんはきっとどこかで見守ってますよ。カンナは、カンナは負けません！お姉ちゃんが見てるから！カンナ！レコさん、の野郎、へんてこ教師、見つけたなら大声で呼べっつとめ！おや、怒られてしまいました。違うの、レコさん。あのね、説明するから行こう。そうなのか？おう。私も探索に戻りますかね。三島先生。いやー、ありがとうございます。嘘がうまいんですね。ありがとうございますだろう。いや、言葉響く。さすが教師。やばい、見た目に騙されてた。
三島先生マジでいい人。ちょっとさ、カンナちゃんに力入りすぎてもう涙めっちゃ出てるんだよね、今。ちょっと鼻噛みますわ。これカットしたらまた鼻噛むとこカットすんな、カスって言われるかな。ありがとうございます。私の方こそ感謝していますよ。お二人が話に乗ってくれたので、なんとかなりました。俺は何もできなかったけどな。サラさん、なぜカンナさんはあなたに聞こうとしたかわかりますか？え？きっとお姉さんに似ているのですよ。だからあなたの言葉が欲しかった。私が。サラさん、ここを出るまでの間、あなたがカンナさんのお姉さん代わりになってあげてください。ジョー君は弟で。そこは兄貴でいいじゃないですか。ではまた。三島先生！いい人！私がカンナの姉代わりに、そんなこと、できるんだろうか。なるほどね。いや、ちょっと、これ、もうキャラクターに感情移入しすぎて、全員好きだから死なないでほしい、誰も。九太郎さんのね、気持ちだってわからなくもなかったからね、前回のね。任せるならやっぱり自分が信用できる人に任せたいっていう気持ちはすごくわかるから。じゃあちょっと広間に行ってみようか。三人は穏やかに話をしている。カンナの意識が戻ってよかったよ。ありがとうございます。ご心配おかけしました。子供がかしこまるんじゃねえよ。気持ちをそのまま出せばいいんだ。はい、ありがとうございます。レコちゃんもなんだかとても嬉しそうです。よかったよかった。なんかあれだね、女の子には優しいよね、レコさんね。で、食堂かな。食堂行ってみようか。あ、ダーツ戻ってきてるわ。やった、ダーツ手に入れた。あー、調理室まだ行けないんだね。で、食堂の奥一応もう一回行ってみる。鍵は開いている。あれ、あ、行けないんだ。なるほどね。じゃあ広間、酒場への通路行ってみようか。で、こっち、酒場行こう。あ、まだ三島先生いるわ。で、酒場ってお酒ばっかりあるにゃ。お酒は嫌いわ。飲んだくれの。これは聞いたわ。何神妙な顔してるわ。いや、なんでもないよ。な、ここ出たら一緒に遊ぼうぜ、銀。じゃあ泣くまでゲームでコテンパにしてやるわ。わー、なんかいいな、ここの兄弟感めっちゃいいな。あ、そうだ、ここならさ、あれ、ジョー君なら開けれんじゃない、引き戸。よし、開けてみるか。開くじゃん。そう君、ひ弱すぎ。引き戸が開いた。かったい引き戸だな。で、これは引き戸の中には真っ暗な空間がある。なんか手がかりがあるかもしれないよな。ジョーは暗闇の中に手を突っ込んだ。ん？これなんだ？シガーカッターを手に入れた。ネットか何かで見たことがある。葉巻をカットして吸えるようにする器具だ。なんでそんなものネットで調べたんだ？吸うんじゃないぞ、サラ。そんな風に見えるのか？お、それより引き戸の奥にもっとでっけえものがあるぞ。なんだなんだ？あら、右足。うえぇ！どうやらこれも人形の足のようだな。持っておいてくれ、ジョー。なんでそんなに冷静なんだ、お前。なるほどね。シガーカッター手に入れて、これ何に使うんだ？ジップライター、シガーカッター、葉巻全部揃っちゃったけど、誰かに吸わせるのかな？うん。それは何ですか？え？その葉巻ですよ。未成年がそんなもの持っちゃいけませんよ。ちょっと三島先生の喋り方難しいな。その葉巻ですよ。未成年がそんなもの持っちゃいけませんよ。
私が吸うわけでは手がかりになればと思って。あ、そうでしたか。疑ってすみません。どうも学生を見ると教師モードに入ってしまいますね。しかしそのまあ何ですかね、やはりそれは私が預かっておきましょうか。吸わないって言ってるのにな。三島先生に葉巻を渡した。え、じゃあシガーカッターもジッポライターも渡したいんだけど。おやおや、それは何ですか。え、シガーカッターのことですか。その通りです。これは葉巻を吸うときに使う道具です。ザラさん、吸ってませんよね。吸うわけないじゃないですか。そうですか。ではそのいただけますか、それ。じゃあ三島先生葉巻好きなんか。え、三島先生もしかして葉巻を吸うんですか。とんでもない。今日してるものは喫煙などと。別に成人してるならいいと思うけど。三島先生にシガーカッターを渡したと。え、じゃあライターも渡すんじゃない。どう。ほら。それは何ですか。え、このライターですか。ええ、どこかで見つけたのでしょうか。はい、食堂で見つけました。もしやタバコ。ええ、すいませんって。ならばそのいただいてもいいですか。もう吸う気満々じゃないか。未成年の喫煙を異常なほど警戒してる。はい。三島先生吸いに行くんじゃない、そろそろ。あ、ほら三島先生はニコニコとしている。おや、サラさん。三島先生、何かいいことでもあったんですか。何を言ってるんですか。何もありません。ひょっとして葉巻が嬉しかったのでは。教師は喫煙などしないのです。とても吸いたそうだ。誘導してみる。葉巻を調べてほしい。あ、なるほどね。葉巻を調べてみてほしいんですって言って吸わせればいいんじゃない。その葉巻、ただの備え付けの嗜好品でしょうか。と言いますと。何か意味があるものかもしれません。少し調べてみてくれませんか。あ、なるほど。そうですね。ここは真剣に調べてみましょう。試しにこの葉巻をシガーカットで切ってみますか。三島先生は慣れた手つきでカットした。もう慣れてるじゃないか。これは、なんと葉巻の中には、紙。じゃあ、紙幣か。紙幣が紛れていた。千円札を手に入れた。なるほど。本物の葉巻ではなかったようですね。安心しました。喫煙は良くない行為ですからね。ああ、よかった、よかった。見るからにしょぼくれたな。使わなかったライターとこの千円札はサラさんが持っていてください。よく考えたらあなたの方が有用に使えそうですからね。ライターを手に入れた。ライターやっぱり使う気だったんだ。西馬先生の好感度がバリバリ上がっていくんだけど。何なの？で、紙幣手に入れたから千円札で、あれじゃない？この自販機使えってことじゃないか？手持ちの千円札を入れてみようか。オッケー。はい。チャリン？わお！左手を手に入れた。まあそんなこったろうとは思ったが。もう、それ人形の手か。やたらリアルなんだよな。いい加減にしてほしいっつの。そう、いや、今さ、その、なんか左手、あ、違う、右手、右足だっけ？手に入れたからさ、もう今これ、手足探す旅って分かってるからか、あんまり驚かなかったな。おっと、俺が預かっといてやるよ、サラ。ありがたく思うよ。オッケー。で、あとは何が見つかったの？左足？こっちからは何も出ないのか。あれ、これなんかあったんだっけ。喫煙所、あとは多分遊戯場なんだと思うんだけどな。なんかダーツ台の上から風が吹いてないか。空調管理って感じじゃなさそうだな。そうよね、開かねえか。持っているアイテムと組み合わせることができそうだ。マジ組み合わせる。あ、はいはいはい。リボルバーの中央の大きな穴にダーツを組み込んでみた。リボルバーにダーツを組み合わせることができた。すげえ。何でも試してみるものだな。これでダーツを発射することができるんだろうか。間違った。ダーツ。はい。お、ここでダーツできるんじゃないかと。
ダーツを装填した、合ってるか？ダーツを装填したこのリボルバーで的を撃てば、撃ってみるか。そしたらあれだよね、風に多分負けないよね。お、どう？おめでとう！おめでとう！見事に的へ命中しました！命中させたあなたには豪華景品が贈られます！穴を覗いてみてください。少し警戒をしながら的の周囲を的の周囲の穴を覗き込むと、手が届きそうなところに何かがあった。あ、左足、オッケー。うん、ビビってない、ビビってねえぞ俺は。まったく、わけわかんねえ仕掛けばっかだぜ。作り物の足じゃねえか。預かっとくぜ、重いだろ。オッケー。今手足3つ持ってる人なんだけど、ジョー君で、全部、左足、左手、右足、右手揃ったから、どうしよう。あれ？みんな結局どこ行ったんだ？もうここに用はない。なるほど。一回広場戻ってみる？食堂行けばいいのかな？あ、いけるいける。ピンクの部屋いけるようになってるわ。行くか。はい。で、はい。服を着た人形の胴体が壁に立てかけてある。あ、そういえばさ、あれ、そうくん結局どこ行ったんだろうね。探索してても見つけられなかったけど。頭、右手、右足、左手、左足。これで全て揃ったんだろうか。取り付けてみようか。あ、心の準備をしてから。一応もう一回セーブしとこう。何が起きるかわかんないからね。で、まあ、時間もうちょっとあるからもうちょっとやろうか。はい、じゃあやりましょうか。はい。体を取り付けてみますと。はい。やるんだな。わかった。他のみんなを呼んでくれ。全員ここの部屋に集合するのか。さーて、ついにやるんだったね。つーか、今までどこにいたんすか？ちょっと、隠し部屋を見つけてね。ソウさん、無事だったんですね。それはこっちのセリフだよ。よかった、みんな無事で。ドキドキしますね。一体何が起こるのでしょうか。一応ドアは開けたままにしておくからな。いや、いいね、レコさん。警戒心バリバリ。逃げ道の確保はバッチリってことがやな。イエイイエイ。逃げ道の確保はバッチリってことやかな。ことがやな。なんだこれ。逃げ道の確保はバッチリってことがやな。それじゃあ運命の瞬間、行くぞ。刑事さんは置かれた人形の胴体に手際よくパーツを取り付けていく。右手、左手、右足、左足、そして頭。何も起こらない？待て、何か匂わないか。え？なあ、あ、もう、まあ、やばい、九太郎さんで喋っちゃった。なあ、周りが白くなってきてないか。ガスだ。毒、まずいよ、部屋を出なきゃ。しかし、あっという間に部屋を真っ白なガスが覆い尽くした。何も見えない。伸ばした手の先すら見えない。逃げ場がない。このままガスで全員窒息死するのか。覚悟なんて、できてない。皆さん、毒ガスなんかじゃないから安心してくださいね。誰でしょうか？あら！人形が喋った！キヤー喋ったー！どうしようかな。こんにちは。あ、はぁ、お前、人形じゃないか！そう、あなた方がたった今救ってくれた人形です。高性能でしょ？はぁ、どうなってんだこれ。どうなってるも何も、これから続く試練の道のりをサポートするために私は蘇ったのです。近寄んじゃねえ、君が悪い。怯えることはないんですよ。私は皆様のサポートを。誰か冷静にお話しできる方はいませんかね。突然人形が軽やかに喋り始めて、驚くなという方が無理があるが。冷静に話を聞く。熱く話を聞く。まあ冷静に聞いてみようか。私が聞きます。
あなたは何者なんですか？おまわりさんにも頼むよ。いまいち話が飲み込めなくてね。では自己紹介から。私の名前は笑い人形ホエミ。このフロアで皆様をサポートする人形です。あ、だからずっと喋る時に笑ってんのか。すでにいくつかの試練を乗り越えた強者の皆様にメインゲームへ誘導するよう主に言われております。主、つまり君は誘拐犯サイドの人間なわけだ。敵じゃねえか。ふざけてんのかよ。至って真面目です。笑ってんじゃねえ。ぶっ殺してやろうか。嫌ですね、またバラバラになるの。そうだ、先にバラバラにしてしまえばいいですよね。バラバラだと。見せしめってやつですかね。え？あ、あ、なんか俺の首は震えて。誰でもいいんです。静かになれば。何したんだよ。何でしょうね。おい、答えろって。いや、待って、ダメだよ。ジョー君だけは絶対ダメ。ジョー君だけは絶対殺さないで。しょうがないですね。首輪が爆発するだけですよ。は、嘘だろ。なあ、外れろ、ガナン。離れて離れて、危ないですよ。え、嘘だよね。もちろん嘘ですよ。楽しんでくれました？嘘。いや、マジで怖かった、今一瞬。ジョーは床に膝から崩れ落ちるようにして倒れ込んだ。この首はそもそも爆発なんかできませんから。てめえ。おかしくって。お話もできませんね。こいつまともじゃないにゃん。まともじゃない、そもそも人間ですらないのか。けど確かに言う通り、聞くべきことはある。誘拐の目的とは、つわものとは、メインゲームとは、主は誰だ。誘拐の目的は。あなた、分かっていませんね。これから私が説明することは、あなた方の運命、戦わねばならない未来への説明なのですよ。あなた方は外へ出るために、これから大きな試練を受けていただきます。これまでのように優秀なものが生き、劣等なものが死ぬというような楽なものではありません。この中から確実に一人死ぬのです。そしてその死ぬ人間は、あなた方で多数決で決めていただきます。え、自分たちで決めろと言ってるんです。最も不要で嫌われ者で死んでいいものを。バカなこと言ってんじゃねえ。んなことするわけねえだろ。ならみんなまとめてここで飢えて死んでください。おぉ、シンプルだね。この中の一人を選ぶ。何を言ってるんだ。理解できない。誰一人もう声を発することはできなかった。さっきまで同じ境遇の仲間だったものを殺す。いや、殺されるのか。なんだこの現実感のなさは。皆様そんな青白い顔してないで、いいもの配りますからね。いいもの？頭が働かない。何を言ってるのかよくわからない。はい、指導員サラさんにはこのタブレット。投票タブレットを手に入れた。行き渡りましたね。それでは実際に使いながら機能を確かめてみましょう。
多数決というのは誰が誰に入れたか分かると争いに発展してしまいますよね。そこでこのタブレットで投票を行うことで誰が誰に票を入れたのか分からなくなります。試しに誰でもいいので投票してみましょう。え？本当に誰でもいいの？え、誰でもいいって言われると悩んじゃうな。まあとりあえずストーカーのカイさんに入れとくか。はい。投票、サラ、0票、ジョー、1票、ケージ、1票、カンナ、1票、ヒュータロー、1票、ソウ、0票、レコ、1票、ナオ、0票、カイ、2票、ギン、1票、ニシマ、3票？なんで？投票結果。三島3票、最多投票獲得。おや、偏ってしまったようですね。これが投票用タブレットなんですね。何か言うべきことはありますか？え？ちょっと待って。私嫌な予感するんだけど。これ、ここまでちゃんと、やられるってことはさ、このお試しですよって言ってるのがガチだったりしない？もしあなたが人間ならば言うでしょうね。こんなことをやめなさい。人の心があるならばと。あいにく持ち合わせてございませんの。不憫な。それよりいいんですか？はい。え、やっぱり最後の言葉がそれで。これは、何の真似ですか？爆発は、しないのですよね。爆発は、ね。なんですって？先生！あー、やだ、やめて、もう！あー、熱い！あー、首が！みるみるうちに、首輪の色が変わっていく。やっけるうわ、先生、先生、三島先生、周囲に匂いが漂う。経験したことのないほどの匂い。人の肉の焼ける匂い。血が蒸発する音。それ取るんじゃおさん。来るな！三島先生はナオを突き飛ばした。その勢いのまま三島先生はカンナの目の前に倒れ込んだ。助けて！先生が、先生が死んじゃうよ！ダメだ！あの首輪に触ったら！そして先生はピクリとも動かなくなった。知れましたでしょ。ひどい、ひどすぎる。一瞬の苦しみじゃない。長い間身を焼かれ、その身をよじることもできず死んだんだ。みんな、みんないい
ですよ。何の力も持たない小娘が。いや。姉殺しが。やめろ。私も。全部見ていたぞ。カンナ、お前が最初の試練で、いかに惨めだったか。踏みにじらないでくれ。三島先生が、カンナを思う気持ちを、残した言葉を。お前の行動が、姉を殺したんだ。カンナの心を、踏みにじらないでくれ。失礼しました。フライパンを持つ手が滑ってしまいました。貴様、人形も血は赤いのですね。こんなことをしてただで済むと思うなよ。こちらこそ、この程度で済むと思わないでください。人の命をもてあそんだ報いをきっちり受けていただきます。くそ、くそ、覚えておくがいい。メインゲームの会場で待っている。大丈夫ですか？わからない。三島先生の死も、カイさんが何者なのかも。でも、そう。この先待っているものが、多数決での殺し合いでも、どんなに残酷な未来でも、私はまだ、死ぬわけにはいかない。君が死ね。多数決デスゲーム第1章前編。終。後編に行きますか。ということで、今回はこれくらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あー、思った以上に辛いです。三島先生、思ってたより私多分めっちゃ好きになってたんだろうな。いやー、もうやばい、涙が。あの、カンナちゃんに対してね、あの優しい嘘をさついた三島先生の思いを、この人形のホエミーが踏みにじるシーンがすごいもう辛くて辛くて、苦しかったよ、セリフ喋るの。あー、でも面白いよ。面白いな。これはちょっと後編楽しみですね。楽しみだけど誰も死んでほしくないな。ということで、また次回に続きます。おつぴよです。